永山ロープウェイ永山ロープウェイからの眺め永山、ロープウェイは、京福電気鉄道が運営する、京都府京都市左京区の作道路線。永山電鉄永山本線、永山ケーブルとともに、京都市内から比叡山山頂へのルートを形成する。永山ケーブルケーブル、比叡駅近くのロープ、比叡駅から、比叡山頂駅を結んでいる。9時代から18時代まで。 毎時3から4本、8分から24分間隔で運行している。下記は最終の時刻が21時台まで繰り下がる。1月1日から3日は延暦寺への初詣客のために特別運行するが、それ以外の当期は永山ケーブルと共に運休するため、その期間内に鉄道系交通機関で比叡山を目指すには大津川からのルートである。 通年営業の坂本ケーブルを利用することになる。1928年に京都電灯が比叡在空中ケーブルとして開業。当時は現在のロープ、比叡駅より若干上の位置にあった高野駅から延暦寺の釈迦堂付近にあった延暦寺駅までのルートであった。1942年に慶福に事業継承された後、太平洋戦争中に一旦廃止されたが、 1956年に現在のルートが開通し営業を再開した。当時の正式な故障は永山空宇宙工作船とされた。解消の時期は不明。1998年に半期を大阪車両工業で新造し、1956年の再開時から使われていた先代の半期を代替した。ロープ、比叡駅比叡山頂駅比叡山頂停留所。 ありがとうございます。